暗いなあ。モリスさん、ここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなことを。何の音だ。誰だ、助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか、エリサは死ぬ前貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな。貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て、落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさかこう産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私も焦るしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。同じく貴様もだ。道具係ベロニカ、それとも二人目の従者と呼ぶべきか。台本にはこんなくだりなかったやんか。銃を下ろせ、ベロニカ。どうしてこのゲスを殺す邪魔をするの。銃を下ろせと言った。三度目はないぞ。これは一体どういうことだ。まだわからないのか、モリス。今起こったことは全て貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのだ。もちろんこの招かれざる客を除いてな。おい、シュブルーズ、オイラたちは芝居の手伝いを頼まれただけで二人目の従者がいるなんて聞いてないぞ。ここに来るまで私も自分の推理が合ってるのか定かではなかったからな。ヨイミヤさん、あなたの演技には感謝している。早速だが特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じておいた。それから撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。私たちはしばらく待ってからここを出よう。うん、かまへんで。どうだ、モリス、20年前の昔話を語る気にはなったか。私の忍耐にも限界があるぞ。やむを得ず取調室で尋問するという選択を私に取らせない方がいい。貴様はあの中でおそらく1分も持たないだろう。先ほどの記録があれば法廷で貴様に勝ち目はない。今のうちに協力する姿勢を見せておいた方がいいぞ。分かった、話そう。人を雇ってエリサを殺したのは私だ。彼女はもともと私の家のメイドでとても美しい人だった。月日が経つにつれ私は彼女に心を動かされ、私たちは人目を避けて愛し合うようになった。だがやがて彼女は身ごもってしまったのだ。もしこのことが両親に知られてしまえば私の財産は全て剥奪され
家から追放されるのは明白だった。だがまさかエリサが子を産むと言って譲らず、私に家を捨てて共に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかった。貴様に愛されてると本気で思っていたのだろう。もう選択の余地はなかった。彼女に金を渡し、この家を出て子を産まないようにと言った。しかし数年後、彼女は一通の手紙を私によこしたのだ。そこには二人の子供の写真が入っていて、いつか見に来てほしいと書かれていた。あれ、二人の子供？バティストだけかと思ってたけど、あ、もしかして彼女が言うことを聞かずに子を産んだとはいえ、貴様はそれを見て見ぬふりすればよかったはずだ。なぜ彼女を殺す必要があった？ああ、私は当時ちょうど別の富豪の令嬢と結婚することになっていてな。もしこの件が発覚すれば私の人生は終わっていた。他に方法がなかったのだよ。違う、方法がなかったのではない。貴様は再び選択を間違えたのだ。自分の母親が目の前で殺されるってどんな感じか知ってる？私と兄さんは物心がついたばかりの子供だった。床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していた。ただなすすべもなく、母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできず、そして殺されて、殺し屋が去った後また戻ってくるのを恐れて私と兄さんはずっと動けずにいた。2日目の夜になってようやく床下から這い上がったの。母さんはもう冷たくなって硬直していた。それ以来貴様たちは事件の真相を公にしようと決意したわけか。それだけじゃなく復讐もね。それが貴様たち二人が重視になった理由なのだな。いや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。無関係なのは知ってる。え？彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。あの晩、彼が罪を認める時の態度もあっさりとしすぎていて、怪しく思ったほどだ。そして最も重要な点は、彼からは無念を感じられなかった。彼が自供する過程も、私の知る限りどんな犯人よりも早かった。しかし貴様のことについては一言も触れず、一貫して全ては自分がやったことだと主張した。取り調べが終わった後、私は裏庭から掘り出した銃を分解し、彼の前に置いて元通りにしてみろと言った。どこまで組み立てられたと思う？一つのパーツも組めなかったのだ。そもそも銃器など触ったことがなかったのだろう。故に私は、この事件の犯人が一人ではないと断定した。彼の行動は仲間のために注意を引きつけて復讐のタイミングを作り出すものだったのだ。そして私はそれを逆手に取った。結果それは証明された。二人目の重視はモリスが一人になったのを見て迷いなく飛び込んできたというわけだ。それにこの小説のタイトルは二重視だろ。でもどうしてベロニカなんだ？バティストさんがあの夜私にモリスの名前を教えてくれた時にすぐガテンが言った。出資者の資金に問題が生じた？それは全て作り話だ。彼は真っ先に出資者を名乗り出て、その後一銭も出さずに永遠の撮影を台無しにさせたかっただけだ。何せこの物語を最も世に広めたくない男だからな。その考えは当時エリサにやったことと全く同じだ。
こまでも下劣なやつだが、結局グザビエは万難を排し、本当にこの作品を取り終えてしまった。こうなっては貴様もじっとしていられなかっただろう。加えて犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなった。だから間違いなくこいつは今日撮影現場に来るだろうと踏んでいた。まさか今日の撮影現場で起きたいろいろなトラブルも全部お前の仕業か？二人目の重視の正体に関してだが、容疑者はモリスの周辺で機会を伺っているんじゃないかと考えた。もしその人物がモリスがこの英英の出資者であることを知っていたとなると、容疑者の範囲はそれに応じて絞られてくる。それに道具係の立場であればチーム名義で部品を注文することは容易で疑われることもない。私はこの推理に基づき、バティストさんがかつて暮らしていた孤児院の記録を調べた。20年前の同じ日、そこに誰の名前が載っていたと思う？兄さんはあなたを信用したのに。うん、それは彼の敵討ちを成し遂げるということか。兄さんはあなたが正義をなす人だと信じたのよ。そうだ、私もそう信じたわ。あのシーンを演じた時のあなたの表情を見て、さっきは本当に奴に向けて銃を撃ったのかと思った。あなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だって言うのに、まさか銃弾を食らわせるよりも残りの人生をメロピデ要塞で過ごさせて何不自由なく飲み食いさせた方がいいって言うの？私は今でも母さんの冷たくなった手のことが頭から離れないのに。これがあなたの言う公平、あなたが掲げる正義。本当のことを言おう、ベロニカ。あの夜、貴様の兄と今回のことを話した後、私は迷った。モリスの頭に風穴を開けるべきじゃないかと、本当に考えたのだ。じゃあどうして？だがそれは決して現実にあるべき正義ではない。貴様からすれば、正義とは歯には歯を、命には命をというものかもしれない。しかし、皆が正義に対して独自の理解を持ち、皆がそれぞれの正義を追い求めることになれば、そこに規則は存在しなくなるだろう。今日貴様がモリスを殺したとして、明日はその子供が貴様を殺しに来るだろう。現実は単なる復讐主義などでは裁けない。そうすれば復讐の連鎖に陥り、規則が存在しなくなり、社会も存在しなくなる。現実には現実の正義と法則がある。これこそフォンテーヌが正義の国と呼ばれる理由だ。それから、この男にはメロピデ要塞でのいい暮らしなど待っていないことを私が保証しよう。シュブルーズ、特巡隊呼んできたで。ご苦労。二人を連行しろ。ふぅ。私はやっぱり納得できない。気持ちはわかる。少なくとも今日、正義は奴の元に訪れなかった。シャブルーズ。行こう。撮影チームの皆に状況を説明しなくては。ありがとう。私は大丈夫だ。ただ、何がこの者たちに、このような道を選ばせてしまったのかと思ってな。